はい、できました。今日のあちゃんちの晩ご飯は豚のね塩焼きと青さのりのこんにゃくのお刺身で昨日の豚汁からうどん煮たやつから作った昨日のしゃぶしゃぶからうどんにして豚汁にしました。で、菊菜の酢の物、ポン酢あえ。で、漬物はきゅうりと、きゅうりと玉ねぎとかぶらのぬか漬け。以上で食べましょう。はい、ではいただきます。どう味入れてる？まあ、生きてる言うても豚の塩焼きだね。めっちゃおぉ、うん、おぉ、これぐらいからやったらすごいバランス感覚やろな。おぉ、4歳でこの辺なのか。オリンピックとか行くんやろな、この子。うん。案外もう一回やってるかもしれない。うん。切れてなかった。よいしょ。TikTok で見た。あ、本当はもっと遅い。制限したくて早く見て、不思議なよ。あ、実際作ったのかもな。一回でこんな CG 作れるの？プロでね。
芸術奥深いな。どういうことか。いや、そう。ネタがしゃも見事じゃなくなるやんな。何やってるしか思えない。こんなネタ書けるやんってなるやん。アイデアはすごいけど。頭使えてないじゃん。豚肉まだあんで足らんならやめてくれんじゃん。あのこんにゃく美味しいわ。みんなが気にしてることを商品にしてくれ。ごぼうの風味が入るだけで一気に、豚汁感が出るね。美味しいな。こんにゃくね、お刺身で食べるとすごい滑らかで美味しいんだけど、こうやって煮るとね、あれがね、歯ごたえが出てプリプリになって美味しい。アクの気なしで皮もいける。このレンコン湯は長谷川さんのレンコン、これ最高美味しい。 CM に行きます。これでワニに食べられた。ほら。もっとあんの。ネタバレ。ネタバレ。何口大きい開くんて威嚇らしいな。だから自分より大きな口開けられたら怖いねってワニって、
逃げた。キャッチャンでリリースすんねや。あれな、皮に返すとこ優しい。動画でバスレンで、動画でバスって言えるだけ。サメ、絶対サメなんか来らへんの。サメは水槽で飼えへんから。CG やろ。いやこれあれね、サメってな、ホオジロザメは水槽で飼えへんね。サメか、うん、3日で死んでしまうもん。なんでか知らないけど、サメは水族館で飼えへんって。飼えたらノーベル賞ものって言ったね。壊した。他の人はさ、知りすぎたら人生面白ないな。そう。そんなめちゃくちゃ温度不純物混ざってたら凍らへんらしい。凍らへん、綺麗な水になるの。うちは映ってる。アナログチック ロボット様に
美味しい。え、なに？白いやついっぱい入ってる。それはね、アク。あ、違う、卵。うん。お昼卵入れて、うどんに。昨日のしゃぶしゃぶにな。あ、うどんにして卵入れて。その汁使ってよ。やろ、3回しゃぶれるね。しゃぶしゃぶすごいやろ。しゃぶしゃぶがうどんになって、うどんがお味噌汁になる。コンポン汁もなんかにしながら、ん、飲んでしまうやん。いっぱい作ったやん。いっぱい作ったよ。カレーにしたやん。まあ、カレーで、うん、うん、カレーで翌日、うん、カレーピラフかなんかやん。カレーうどんにしたやん。またうどん買ってくる。ぜひおかわりやねん。もうタチューの試みやけど、春菊のポン酢も美味しい。まあポン酢お鍋にするとき春菊ポン酢食べるもんね。これ正解。これでほら一つ一つにはレシピが増えてる。今まで、つるむらさきとか金時草とかそういうのさっと茹でてでポン酢にして欲しかったけど、春菊はね、春菊の癖ほろ苦さがあって美味しいの。うん春菊の癖がね結構こう合うよご飯に。美味しい。バードストライク。あれはびっくりすんな。いや、そこまでびっくりしてないんですよ。うん、めっちゃ冷静。つかんで投げ捨てた。かわいい。かわいいな。うん、世界の不思議動画祭りやってる。こういうの好きでさ、ついて見てきます。こういうのっていいよね。なんかテレビもこういうのをやってくれたよね。嘘の情報ばっかり流しとらんとか。いや、TikTok みたいに。TikTok。こんなんばっかりやりました。うん。昔 YouTube こんなんばっかりやったのよな。最近もしょうもない。ほんま YouTube ばっかも。YouTube がしょうもない規制かけるからや。全体使って、うん、ティ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 
高かったんかな。うわ、すごいな。絶対何回かミスってる。早くしゃんでえし。ええやん、これに尺取ってよ。尺ない。あの、サメのドッキリとかもう言われ。あれカットで。面白ないし。何言うたの？なんでよ、ね、先が見てるやん。そう、自分だけやから。だったら出てくるあれやん。出てくるゲストのトークとかいらんやん。そういうこと言ったら最悪。そう言ったらさ、あっちゃんねさ、ゲストでさ、あ、いや、お前、誰かもらえない。カットカットって言われる。いや、かんかん。あっちゃん出たいやん。CC かもしれない。飛ぶやつってほら、ハンドル切ってもすぐ曲がらへんやん。こうブラーンってこうほら遠心力で振られるやん。だから100キロってめちゃくちゃ速いんやろな。車の100キロやったらさ、なんか降りて歩けそうなぐらいにしか感じへんけど。いや絶対。いやほんまやって。じゃあ透明にしよう車。え？全部透明にしよう。全然全然100キロぐらいだったら全然なんと思うやん。道路のあれもあるで、狭いとこ広いとこあるで。な広いとこでさ、景色も何も変わらへんとこやったら100キロなんて。いや、ちょいちょい、サーキットってさ、サーキットって車2台並ぶぐらいのもしかね、そこで100ぐらいも全然。お前すごいな。0.5% のアルコールのビールです。もう飲まんだねが。じゃあ、ノンアルやったらさ、車乗るとき乗れるやん。0.5% のビールやったら。何自分が酔わへんからってそうなの。いや、酔うよ。でも、酔うためにビール飲むか。いや、ほろ酔いなら痛い。何やったら、0.5% なんやろ。せめて 1% とか 2%。2. 何%とかってあるやん、ほろ酔いで。何やったらノンアルでいいやん。0.5% で。わざわざもうアルコールを摂取したいんです。そんなやったらちっちゃい水とかって売れてない。じゃあじゃあアルコール 0.5 で。自分酔わへんから。そんなに買わない。そやったら酔わへん。酔うねやったらね、アルコールなしでいいやん。いや酔わへんだから。酔いたいの。酔いたいの。でも酔ったらあかんの。難しいな。でも 0.5% やったらな、大変な人やったら車乗っても捕まらへん。あれ呼気中何パーセントやから、うん、一番赤いやつだから。もしかしてその人だな。うん、だから赤いやつや。うん、判断落ちんやから。代謝がいい人間だからやっぱり。うん、でも考えたらさ、飲酒見てみてな、呼吸中のアルコールが入って判断が鈍くなるから運転しちゃうんだよ。要は飲んだから運転しちゃうんだよ。アルコールで判断が鈍くなるから運転しちゃうんだよ。なるほど。万が一のために。だからさ、そうなったらさ、
酸欠とかで判断を誤るときってあるやん。それはもうすぐ止まれるとこ止まらない。だからそんなんで運転したらあかんやん。運転したらあかん、うん、でも今そんなやついっぱい多いやん。この先は言うたら YouTube でバンされるけどさ、うん、何を顔につけたら酸素がなくなるかって分かるやん。分かる、うん、うん、これを言うたら YouTube でこらえるからな、うん、ニコニコで言います。志村けんみで。ちょっと似てない。うん。ちょっとイケメンになってるよ。めっちゃ時間かかったんじゃん。すごい値段で買うって言われたんですけど、一つの動画で何百万とかでかけてんだよ、うん、これをやってない。何回見たわ。何回かしたらできるよ。矢のお尻に刺さってんだよ、リングと一緒に。一本の矢刺さっとるところまだそのお尻に刺さってんのよ。大丈夫だよ、うん、大丈夫。すごっ。風船飲むで。プロジェクションマッピングか。ノーミスター犯罪。うん。過去も全部本誰か映像か。お一時的に、の晩ご飯、豚の塩炒めとね、いろんなものを作ってみました。美味しかったです。ごちそうさまでした。でちょっとね、面白不思議映像をね、今見てるけど、面白いからね、ゆっくりこの後見ていきたいと思います。では、またね、バイバイ。ゆるっと晩ご飯でした。またね、バイバイ。30分も食べとった。